皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報を紹介していきます。はい、ということで今回はプレミアムアンバサダーパックネイマールの方のパックを、レベマ紹介やっていきたいと思います。はい、ということでこのパック目玉はやはりネイマールなんですけど、フィーチャーの選手も結構強い選手が集まって、ゴールキーパーアリソン、マルキーニョス、カゼミーロ、キンペンベ強いよね。あとはスーパーサブ持ってるルーカス・モーラだったりとか、結構個性あふれる選手が集まっているので、メッシパック見たけどピンとこなかったっていう方はこちらでもいいのかなっていう感じです。まあ決め手はやはりネイマールにはなりそうですよね。はい、PSG 風のユニフォームを着たネイマールなので、そこはちょっと特徴的で今までにないですよね。はい、ということで早速レベマの紹介いってみます。ルールはこれ。はい、まずはネイマールからいきましょう。通常と比較するとやはり今回の方が断然強いですかね。ただスキルが軸足当て根幹になっていますので、そこが違うのと、あとは通常一応地味なんですけど CMF 薄い適性があるので、まあ、将来的にポジトレとか開けたいっていう方は、まあ、そちらでもいいかなとは思うんですが、能力は今回の方がバリバリ強いです。今回の能力も通知をね、ピタリと合わせる感じで、足元剣に振って90乗せたりとか、オフェンスセンスも2上げて、スピードも85まで、持っていくことができます。今 B 固定なのでね、安心安全の B 固定と言えると思います。まあ、今回は持っていると、まあ、今回打った時の曲がり具合が影響はあるんですけど、まあ、カーブ87ぐらいありますので、今回なくてもある程度カーブはすると思うんですけど、今回あった方がより入りやすいかなっていう印象はあると思いますね。はい、ちなみに家庭用で出ているフィーチャーと比べるとこんな感じ。レベル上限もねほとんど同じで、能力的にも、まあ、レベル1の時点で若干勝ってますね。まあ、スキルの違いと、あとはチーム適正スタイルのね、違いのところ、そこを見ての判断に基本はなるのかなって感じです。アプリで引き継がれたバルサユニをね、着ているレジェンダリーと比べるとこんな感じになります。能力レベル1時点なんですけど、まあ、ポイント数同じですので、能力的にはやはり今回の方が強いかなというところと、やはりチームスタイルのね、適正とショートカウンターとかロングカウンター使ってるっていう方は、ポイントそこまでね、振り分けなくて済みますので、今回の方がより強くはなってると思うんですけど、まあ、やはりアプリの問題で言うとスキルの違いがちょっと大きいかもしれません。根下から軸足当てになってますので、ダブルタッチ出したいのに軸足当て発動するみたいな、ちょっと負の要素はありますよね。ただ軸裏ターンもありますので、まあ、そこどう考えるかっていうところなんですけど、まあ、ダブルタッチあんま使わないって方は今回でもいいのかなって感じです。でダブルタッチをより積極的に使うって方は、まあ、どちらかというと前回の方がいいんですけど、まあ、能力的には今回の方が強くなってますので、まあ、そこを許容できるかっていうところにはなるのかなって感じです。まあ、スキルの違いが、まあ、1個の差なんですけど、ここでどう判断するかというところではないですかね。続いてフィーチャーいきましょう。まずアリソンから。アリソンに関してはこんな感じとしました。まあ、コンディションの波が普通なので、そんなにバリバリスカットでってことではなくて、コンディションの波小さいの選手をね比較的使った方がいいと思うんですけど、まあ、能力は悪くないし、時系センス今回90に乗せられますので魅力あると思います。他バランス取ってって感じにしました。チームスタイル適正、もともとショートカウンター70ありますので、ショートカウンターだけで考えるならイーブンなんですけど、他のチームスタイル使ってる方はね、断然上がってますので、このアリソンはお得と言えそうです。アリソンはリーバプール CS でも来てますので、そちらと比較します。上限一緒ということなので、まあ、初期の数値とそれからチームスタイル適正の部分が違う、そこがポイントですかね。リバプール CS の場合は時系センスが少し高いです。で今回はキャッチングが高いということで、まあ、それは時系センスの方がやや有利なんですけど、まあ、そんな大きな違いないかな。チームスタイル適正、特にショートカウンター70でイコールなんですけど、他はね、数値違いますので、まあ、その分能力に触れるって考えたら今回の、アリソン狙ってもいいのかなって感じです。まあ、基本的にアリソンが欲しいって方はパック買ってもいいのかなって感じです。いや2000コインも出せんっていう方はリバプール CS でアリソン狙って引いてもいいかもしれないですね。はい、続いてアンカーカゼミロです。まあ、割とスピード瞬発もね、どちらも60代と結構苦しいのと、足元もうちょっと振りたいのと、いろいろね項目振りたいところは多いんですけど、やはりその中でもディフェンスに振っておいてスピードに振った方がいいのかなという感じで振ってみました。まあ、特にカゼミロのいいところは守備系スキルほとんど持ってますので、守備に関しては安定感あるのと、ちょっと気になるのは逆足の方が低かったりと、あとはスピード瞬発もそこまで速くはないし、足元もそんなにすごい高いわけではないので、奪った後の展開とか次の動作とか、しっかりと見極める必要はあるのかなっていう印象はあります。はい、続いてマルキーニョスいきましょう。なんとですね、レベル上限5ということでかなり厳しい、8ポイントしかもらえません。ディフェンスに振ったのと余ったところはスピードに振りました。
スタミナを80に乗せたかったですね。なんといっても DMF センターバック、右サイドバック、まあ、いろんなところで使っている方はよく見かける、超ユーティリティかなっていう、今のね環境に当てはまる選手だと思います。自分は DMF で、よく使ってますが、ちょっとスタミナがね気になるところなので、なるべく80は乗せておいた方がいいと思います。はい、続いてベラッティいきましょう。ベラッティに関しては、まあ、足元とかパスとかも振らなくて OK レベルなので、本当スピード瞬発とかディフェンス系とか振っておけば OK ですよね。コンディションの波普通はねちょっと痛いんですけど、このバランスの良さと足元の高さで、まあ、シャビにも負けない能力持ってるし、まあ、ピルロまでは言い過ぎか、さすがに言い過ぎですけど、まあ、ピルロに一番現役で近い選手はこの選手かもしれませんね。ワンタッチパス、スルーパスなどパス系中心にいいもの持ってて、スライディングも持ってるんだ。まあ、後ろの組み立てで、かなり重宝する選手ではあります。ポゼッションサイドアタック両方とも80です。はい、続いてリシャルリソンいきましょう。こちらは上限6ですね。まあ、足元系に振ってあげるといいのかなと思って自分は振りました。まあ、ラインブレーカー発動させずにウィングで使ってあげるっていうイメージで自分は苦戦してみました。 CF で使うならオフェンスセンス決定力にもうちょっと能力振り分けた方がいいかもしれません。ダブルタッチからのミドルシュートだったりとか、本当、適性があるとこであればどこでも活躍できるような能力してますので、使いたいポジションによって、通知振り分けてみると面白いかなって思います。あと守備意識が地味に高いので、前線からしっかりと守備に戻ってくれるのかなっていう、そんなプレーにね期待できると思います。はい、続いてカバーに行きましょう。こちらもですね、守備能力が高い、アグレッシブネス77、守備意識87にチェーシング持ってますので、前線から守備ガンガンねプレスとかかけてくれるんじゃないかなと思います。オフェンスセンスも91に、決定力は85、ややスピード瞬発が低いのと、まあ、高さもあるので、まあ、ケインとかレバンドフスキーとかちょっと高さのあるラインブレーカーみたいなタイプ、あのようなタイプうまく使えるっていう方はカバーにはいいのかなって思います。まあ、スキルも良くて相変わらずワンタッチパスは持ってますし、あとは身長もあるのでヘッダーで、クロスから、特に今回サイドアタックがねチームスタイル適正80になってますので、そこもねうまく使いこなせるといいですよね。はい、コンディションの波も小さいなのでその辺の安心感もあると思います。はい、続いてキンペンベ。キンペンベって187センチだったんだ、183ぐらいだと思ってたんですが、アグレッシブネスが今回90にね、乗せられるみたいな数値構成にしてみました。ただコンディションの波が普通なので、まあ、ベンチに置いておいて調子良ければ使うみたいな感じにはなるかなって感じでしょうか。スキルインターセプト持ってないのでちょっとそこが残念な部分です。はい、続いてルーカス・モーラです。こちらの選手コンディションの波普通なんですけど、スピード瞬発90ありながら足元だったりもねかなり高くできますので、しかもこれでスーパーサブ持ちであれば面白そうですよね。今回サイドアタックなので、ウィングとかサイドハーフとか、そのようなフォーメーションを使ってるっていう方はそこに置いてあげて、後半から出してサイド駆け上がらせてクロス上げたり決定的なパス出したりみたいな、そんな感じで使用するイメージがね、かなりできる選手なのかなって思います。本当コンディションの波さえね普通じゃなければ、スカットにね常に入ってもおかしくないような面白い能力をしてますね。はい、続いてコウチーニョ。コーチーニョに関しては結構ね80超えの項目がねレベル1時点でもありましたので、そこ以外をね振ってみました。まあ、特にスピード瞬発ですよね。スピード6振るとなんとか80乗せられるので、そことあと余ったら瞬発ですよね。これでやや低かったところスタミナキック力含めて補えますし、あとナンバー10なんですよね。やはりナンバー10のね動きの少なさはちょっと困ったもんですね。ポゼッションとかであれば結構面白いんですけど、今回サイドアタックですからね。はい、使い方がちょっと難しい点ではあります。はい、最後マルセロなんですけど、コンディションの波は小さいなんですね。ここはかなり評価高いんですけど、まあ、守備系振ってもいいかなと思いつつ、まあ、守備に振ったってそんなね大して能力上がんないなら、スピード瞬発中心に振ったんでいいよねということでそこ振りました。足元系とかもともと高いので、サイドハーフとか、まあ、サイドバックで攻撃的にガンガン行くなら結構面白くて、ロベカルチックにガンガン上がらせて攻撃参加させるみたいなのがいいのかなっていう選手です。はい、ということで今回はこちらのバックだったんですけど、まあ、ネイマール以外もいい選手いますので、通常で持ってなければね、この機会に獲得してみてもいいんじゃないでしょうか。中心はネイマールなんですけど、まあ、本当スキルが好みかどうかの違いですかね。今回か軸足当てどっちがいいのかっていうところだと思います。はい、ということでね、いろんなパック出てますので、他のねパックもちょっと気になるよという方は別動画も参考にしてください。こちらのチャンネル eFootball 情報を紹介しています。チャンネル登録していないという方は合わせてチャンネル登録もお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。